どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、結城優菜は勇者である大満開の章の第9話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まず、一つ目ですね、任務と線形伝というところで、 芽吹たち先森にですね新たな任務が与えられていたわけなんですが、まあ、勇者たちの援護をするようにとだけ言われてですね、まあ、こう詳しいことは伏せられたままっていうところがですねやっぱり何とも言えない感じではありましたねそうやっぱりこう重要なところは伏せられるんだなっていう感じだったんですが、まあ、とはいえ こう、ユミコとですね、雫の二人に関してはですね、こう、まあ、調査以外の任務が与えられたっていうことで、まあ、すごい、こう、やる気になっているのに対して、まあ、スズメがですね、こう、怖がって、芽吹きに抱きついていくっていうところはね、なんていうか、こう、いつも通りな感じがあったりして、まあ、すごい、こう、安心感があったところではありますね。 またね、こう、大社の新刊からはですね、まあ、役目が来るまでは、まあ、線形伝でですね、鍛錬しているように言われていたわけなんですが、まあ、その線形伝っていう名前にですね、まあ、地陰の名前が入っていたりするっていうところにですね、まあ、ちょっと感動したところではありましたね。まあ、なんかね、線の景色が見えるとか、そういう話を まあこうだから千景伝っていう風に名付けられたって話があったんですけど絶対のことを意識しててて伝ってつけてる感じですよねしかも千景伝って名付けたのがですね上里家だっていうところからしてですねまあこう日向がまあこう何て言うかね名付けるようにまあこう指示したりしたのかなっていう風にも思ったりしました。そういういところで まず一つ目の感想である任務と線形伝というところ終わっておきますでですね次二つ目の感想に入っていくんですがカリンと芽吹きというところでカリンがですね、まあ、こうたたりでユーナが苦しんでいるっていうことを知ってですね、まあ、すごいこうやり場のない感情でいっぱいになっていたわけなんですが まあこう、芽吹と言い合いをしたことによってですね、まあこう、普段のカリンに戻ったっていうところで、ほっとしたところではありますね。またね、カリンからしても、芽吹はですね、何でも言える友達というか、まあそういう相手だ、まあ相手なんだけど、まあこう、芽吹からしてもね、それは同じなんだっていうところがですね、なんかこう、見ていて、ほっこりしたところではありますね。 そうなんかそういうところが見ていてよかったなというところで、まあ、それとカリンがですね、まあ、一応勇者だっていうふうに言ったらですね芽吹が怒って銃撃していたわけなんですが芽吹、まあのね勇者に対しての思いというか、まあ、そういうところを踏まえればですね、まあ、そりゃ怒って当然だよなっていうふうに思いましたね。そう 自分がね、なりたかった勇者の前に一応ってつけてるわけですからね。まあ、それは怒るよなっていう感じなんですが、まあね、その、カリンがくよくよしていたりして、まあ、本調子じゃなかったとは言ってもですね、まあ、こう、先盛りでありながらですね、勇者相手にあれだけ戦って、まあ、ほぼほぼ互角でしたからね、なんかそういう風に戦えている芽吹きは、まあ、その、まあ、スペックというかね、まあ、本当にそういうところが、 強いなっていう風に感じましたね。まあ、そういうところで二つ目の感想であるカリンと芽吹きというところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、ユーナの新婚というところで、まあ、カリンがですね、ユーナと仲直りをしようと決めて、まあ、投稿したら、まあ、ユーナの新婚の話を聞かされて まあ、めちゃめちゃ驚いていたわけなんですが、まあ、どんなことがあっても動じないっていう風にね、言っていた、まあ、言っていたのはですね、まあ、こう、どこに行ったんだっていう感じがあって、なかなか面白かったところではありますね。またね、ウェブ率いる先森の方もですね、まあ、新婚を成功させるために、敵を妨害するっていう任務だということがね、 まあ、ようやく伝えられていたわけなんですが、まあ、その先森たちをですね、まあ、こう、まとめ、演説一つでまとめ上げてしまう芽吹の、まあ、こう、統率力というかね、なんかそういうところが本当にすごいなぁと思ったところではありますね。あとはね、敵の襲来が、まあ、大社の予測よりも、まあ、こう、だいぶ早かったみたいなんですが、まあ、これによってですね、戦警点からの攻撃とかね、 まあそういうところが間に合うのかなっていうところで、まあその辺がね、ちょっと気になったところではありますね。まあとはいえですね、まあこう、勇者部の方はですね、ユーナを、まあこう、新婚をさせないっていうところで、まあこう、ユーナを取り返そうとしていたわけなんですが、まあこう、この分だとですね、明らかに先森のこう、新婚を成功させるために敵を妨害するっていう任務とですね、 まあぶつかりそうな感じだったりしたんで、まあ、一体どうなることやらっていう感じでしたね。まあ、そういうところで3つ目の感想である、ゆうなの新婚というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ゆうなたち勇者部の方の話と、ウェブキたち先森の方の話がですね、 こう交わってくる感じになっていたわけなんですが分かり合おうとすするスタイルですねなんかそういうところは個人的に結構好きなところだったりしますまたね優ナが新婚をすることになったっていう話を聞いてですね東郷さんの様子がおかしかったわけなんですが何ていうかねそういうところも含めて平常運転な感じが まあすごい見ていて微笑ましかったところではありますね。まあ、とはいえ、次回はですね、敵がまあこう襲来してくるっていう中で、先森と勇者部がですね、どんな風にそれぞれ立ち回っていくのかなっていうところにね、注目しておきたいところです。まあ、とりあえず、こう先森と勇者部がですね、ぶつかるようなことがないっていうのをね、祈っておこうと思います。まあ、そういうところで、 今回の結城勇菜は勇者である大満開の章の第9話の感想ですねこちら終わっておきますでですね今までにも1話から8話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして大正乙女おとぎ話 の第8話の感想と86の特別編の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、月と雷肩のスペラトゥーの第8話の感想と、海賊王女の第9話の感想、そしてですね、ワッチャプリマジの第9話の感想ですね。この3本 1,2,3と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。